あートンネルが涼しくてね、めっちゃ気持ちいいっすよ。あ、出口か。あー、もわーっとしたね、生暖かい空気がきますね。そんなわけでね、おはようございます、バイカーシンです。本日はね、この空の通りね、曇天の中を走っております。雨は降ってませんけどもね、本当に蒸し暑い日です。そんなわけでね、今日はデイキャンプに向かっているんですけども、まあ、あのちょっと作りたいものっていうかね、食べたいものがあるんでね、どうしてもね、それを作ってみたいなと思っております。いや、そんなわけでね、もう話だらだらするのもあれなんでね、早速そのキャンプ地に向かって行きましょう。さあ行くぞ。これは強敵だな。はあ、疲れた。さあ、設営完了と同時にね、雨が降ってきましてね、多分ね、これはすぐ止む雨だと思うんですよね。もう青空の方も見えてますんでね、まあ慌てても仕方ないんでね、ここはちょっとのんびりとやっていきましょう。さあ、そしたらね、このアサヒドライゼロをね、飲んでのんびりしましょう。ちょっとね、普通に飲んでも面白くないんでね、このレモンを使ってね、今回は飲んでいきましょう。こいつを絞ってギューッとね、よっしゃー、ちょっといい、さあ、それではいただきます。雨も止んできたかな。よっしゃ、そしたらね、縁を始める準備をしましょうか。今日はね、久しぶりに炭火を使ってね、調理をしていきたいと思いますね。このね、固形燃料のね、着火剤でこれでもちゃっちゃと炭をつけますか。今回ね、これノンアルのビールなんですけどね、これね、少年神さんの、ね、動画でビールにこのレモンを絞って入れる飲み方やってたんですよ。これ見てね、美味しそうやなー思ってね、今回やってみました。美味しいっす。あー、また降ってきたな。この雨の中でね、ポツポツ音を聞きながらやるっていうのもなかなかいいもんっすよね。イチコネオハイって書いてるんですけどね、これイチコでね、ハイボール作る時のね、グラスなんですよ。よし、うん、完璧。今日はね、もう家でね、セッティングをしてきました。これでね、ネギマとラトリカワ、そして牛のホルモン、ホルモンからの油でファイヤーになってきた。あー、でもええ感じやんか、これいいっすね、うん、それでは先にホルモンと皮ができたのでね、黒瀬スパイスをかけましょう。皮ね、皮、うん、うん、たまらん、これたまらんな。ホルモン、うん、ネギマも完成、うん、
肉もいい感じに焼けたね。このままいただきます。よし、こっちにはね、合成スパイスをかけてみよう。さあ、それではね、次レモンサワーいきましょう。ノンアルね。いい感じに焼けてきた。これね、ちょっと焼きながらね、ちょっと話もしていきたいんやけどね。最近ね、ちょっと僕の動画ね、長すぎるっていう話がありましてね。だいたい20分前後とは考えてるんですけどね。長いんかな。まあ確かにね、僕も他人の動画見るときね、だいたい10分ちょいぐらいやったら安心するかな。ただね、この人ってね、お気に入りの人があったらね、もう30分でも40分でも見れますよ。ということは、長いわって言われるときは、あんまり僕の動画は気に入ってもらえてないということなんかなという気はしてますね。まあ人それぞれね、好みがあるんでね、一概にはね、何がいいとは言えないとは思うんですけどね。なので今日はオープニングでバイクに乗ってね、いつもちょっと喋るんですけどね、もうほとんど今日はね、バイク乗ってる時もしゃべりはなしで行きました。まあ、今回のね、動画の目標としてはね、目指せ10分以内の簡潔な動画、これで活かしていただきます。あちゃちゃちゃあちゃちゃちゃ、今飛んだ。あっち、ここにね、そしたらもうクロスをかけていきましょう。やっぱりなんだかんだ言うても、このクロススパイスね、めっちゃ美味しいですよね。これね、家でもね、非常にね、重宝されてるんですよ。ご飯にかけたりね、あと肉料理とかね、野菜炒めとかね、いろいろこれ使ってますよ。重宝してます。もういけんね。最高。そして今日は8月14日の日曜日、お盆のね、真っ只中なんですけどね。お盆休みということでね、世間の皆さんは本当にね、いろいろお出かけもされてて楽しそうで何よりなんですけどね。まあ悲しいからね、僕ね、お盆休みっていうのがないんですよね。お盆もね、関係なく、まあ、営業所も動いてるんでね、僕の方も必然的にお盆は出勤という形になるんですけどね。毎年のこととはいえね、なんか虚しいね。僕どこの会社ね、お盆休みとか正月休みっていうのがね、基本ないんですよ。世間の人がそういった中でね、休んでるとかね、バカンスを楽しんでる時に、まあ、働いてるっていうのもね、なかなか辛いものもありますけどね。まあそれでもね、30年以上やってきてるんでね、まあ別になんともないんですけどね。先日もね、ある人の YouTube の動画見てたらね、北海道にツーリング行ってはるんですよ。それでまあ、十何日間か仕事休んで行ってますということなんですけどね、もうめちゃくちゃ羨ましいですわ。十何日休めるっていうのがね、ほんとないんですよ。いや、僕本当にね、今までね、新婚旅行でもね、僕1週間ですわ。なんかそういった感じでね、長期休暇取れる会社っていいなと思うんですよね。そうやってね、羨んでばっかりいてもね、仕方ないんでね、こうやって少ない休みの中、今日もね、日曜日のお昼から出てきてね、デイキャンプで、はい、堪能しております。まあ僕はこの程度でいいんですよ。いつかは日本一周みたいなのもね、やってみたいけどね。まあ時が来ればできるんじゃないでしょうかね。
まあ結構今ねコロナもかなり流行ってきてるんでね、まあ仲間を呼んでねこうやって一緒にバーベキューしようってはなかなか言えないんですけどね、今日も一人寂しく焼肉焼いて堪能しております。というかこんなんダラダラ喋ってるからね動画が長くなっちゃうやんな、反省。お、皮もいい感じになってきたで。鶏皮ってねこうやってパリパリになっていくのがめっちゃ美味しいですよね。これもちょっと焼きます。ホルモンもねだいぶ縮んだけどいい感じ。野菜もできる、忘れてた。トマトも焼きましょうか。あとね椎茸、うん、さあそれで久しぶりにね作ってきましたけどね、みたらし団子の豚バラ巻き、さあおやつの時間です。ちょっと雷になってんな、怖い怖い。さあいい感じにできましたよ。めちゃくちゃ熱そうですけどね、食べてみましょう。うんうん、あーうまい、熱い。もう一本の方はね黒瀬スパイスを振りましょう。嵐も収まったところでね、これがあったんですよ。金のマルゲリータ、これも買ってきておりましてね。さあちゃっちゃとこれも作りましょう。今日はねピザグリルを持ってきてるんでね、これをここに入れて、お、ぴったり。これでここでね作っていきましょう。この上に置いてもいいので、もういいやろ。さあどうでしょうか。いいじゃないですか。よっしゃ、OK。うん、サクサクで最高やんか。空もね青空が出てきてね、もう天気はすっかりと回復しました。さあこれ食べてねちゃっちゃと帰りましょうか。今日はね明日からまたお仕事なんでね、うん、明日に備えてゆっくりと家で休みましょう。うん、さあそんなわけでね、これ食べたらね撤収して帰りましょうか。さあ今回の動画は果たして10分以下に収まったのでしょうか。さあどうでしょうか、お楽しみに。それでは皆さんね、次回の動画でまたお会いいたしましょう。さようなら。はい、そんなわけでね10分間動画いかがだったでしょうか。っていうかね、そもそも10分で終わるわけがない、終わる気もないですわ。長いっていう意見もまあ確かにありますけどね、まあ、そこはすいませんが、はい、早送りしてください。それが一番の解決法なんでね、よろしくお願いいたします。まあ、自分らしくねやっていきたいと思うんでね、その辺はもうマイペースで、まあ、10分の時もあれば
20分30分の時もあります。あまりそこはね考えないようにしたいと思います。だって見る人は別に早送りできるわけなんだからね。あ、やべ、雨降ってきた。お、やばいところは、あっちゃー、向こうは晴れてんやけどな、くっそ、早い青になってくれ、脱出させてくれ。ちょっと黒い雲があるな。あ、こういう時って信号長いよな。車の人にとっちゃね、なんてことないですけどね、バイクにとっちゃね、これね、生死を分ける問題なんですよね。あの8歳時の動画見てくれました？あの8歳会場に行く時のね、あの大雨、あれはもう本当に参ってますよ。あの動画ではね、この一部だったんですけどね、あれね、実際はね、うわーってもう長いね、あの雨の時間があったんですよ。しかもカッパ着てない状態も結構あったんでね、その時はもう動画も撮ってなかったですわ。ほんと参ったですよ。まあ、もしまだ見てない方いらっしゃったらね、ぜひとも見てください。僕の本当に困ってる様子入ってるんでね。しかしこのお盆休みの間ってなんか天気も安定しませんよね。うわ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 、雨雨雨雨、すごい音する、ポツポツポツって。くっそー、ちょっと待ってくれよ、マジっすか。まあたまには雨に打たれて走るのもいいもんだよ。じゃあこの間も打たれたばっかりですわ。うわー、すっごい雨粒、やばい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 、マジでびしょびしょ。うわまたやまたや、もうほんまにね、もう今回はね、カッパは着ない、絶対着いひんっていうか持ってきてないんですけどね。うっしゃー、気持ちいいね、こんだけもうびしょびしょになったら。うわ、最悪、赤になる。とりあえずね、ナビは防水じゃないんでね、今日はね、防水のね、ウエストバッグなんですよ。だから全然へっちゃら。よっしゃー、オッケー、これでも怖いもんないで、雨どんと来い。今回の動画はね、雨の中の走りでね、こんだけほとんど尺を使わせていただきます。はい、そんなわけでね、ボトボトになりましたけどもね、もしよろしければね、また次回の動画もね、ボトボトになると思いますけどね、ご視聴いただけたらありがたいなと思います。ぜひともね、よろしくお願いいたします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。さよなら。ボトボトがシリーズ化しそうやな。冠水してますせ、どんだけ雨降っとって。このお盆時期もね、自然災害に遭われた方もね、たくさんいらっしゃるかと思うんですけどもね、本当にねお見舞い申し上げます。